あ、大関慎吾ですよね。そう一人をそうそう。するしかないっていう。そういえば、西山君と割と今仲良くなったんだっけ？いや、仲良くはしてないですよ。西山はなんかそれ物事がもう、なんていうんですか、迷惑かけたスタイルだから、万年蘭さんと、なんかなんかね、ランちゃんとラブラブになってるらしいね。いや、もう別れたんじゃないですか、でも。あ、そうなのね。そうっすね。だから、なんか、もう自分もそういうところは突っ込んだりとかしないから、万年蘭さんと。で、西山とは全然話してないので。そう、だけど、なんか、すごい人気ある、YouTuber で人気あるから、いいんじゃないですか？ナイトも入院して。なんか西山も結構この頃人気高いしね。そう、ツイッターとかも見ると、もう、あれじゃないですか。もう大体5000は行くし、万行くときもね、ツイッターで行ってるから、やっぱりなんかさ、YouTube、自分も確認してないですけど、そんなに、でも人気結構あるんじゃないですか。2、3万ぐらいは結構常時あるみたいな。だから最終的に西山っていうのは、の男気っていうのをみんなが買ったんだろうね。そうですよね。そういう、自分のところで、なんかそういうマスクとか、洋服とか作ってくれるとか、そういう、なんか、あれですよね。そういうなんか謝罪、だけど、男と、なんかちょっと自分も、みたいな、そういうなんか謝るのとかは、なんかそういうと、なんか苦手なんで、これで勘弁してください、みたいな感じなんで、それいいよ、みたいな感じじゃないですか、自分は。そこは別に何も問題ない、みたいな。で、そこになんか自分の、知り合った人間が西山のとこ行ってくれてるし、だからもう別に全然なんかそんないいよみたいな。で、自分のことしか語らないからね。もう今大関が西山を訴えないとか、で、万年奈さんのことを叩いてみたいな感じで、で、なんか内藤が入ってわちゃわちゃやってますよね、今ね。そうなんだ。そうそうそう、なんかそのなんか訴訟候補み内たいな。藤君はさっぱりよくわかんないやな、これは。内藤、あれですよね。なんか、視聴回数が回ればいいみたいな考え方じゃないですか。まあね、とりあえず、ちょっと、もう、アルコール中毒にまたなってるからやめればと思うんだけどね。そうですね。膵臓炎にかかったって、もう、沈黙の臓器でも、膵臓なんか痛みを、もう、感じたらもう終わりだっていうじゃないですか。で、膵炎って言ったのもね、肝硬変より悪いから、そうだね。そうですね、もう、なんか病、あれですよね、もう、かなり死んじゃう確率は高いですよね。どうせ、生活習慣が治せないと思うから、酒を飲むっていう。そうね。一時酒取ってたの、ちょっと減らしたらね。で、この3、このそうそう、コ3、ガの会長に、俺、もうね、内藤今、ダラダラしてるから、ちょっと久しぶりにスパーリングやれば、あいつ、ね、昔みたいに、ちょっと、気合が変わるからさ、ちょっとお願いしますわ、つって言ってたね、だけど、前に。やっぱり多分あれなんじゃないですか。意外と、膵臓が意外と、なんか配信見てると、なんか声がもう泣いちゃってるんですよね。痛みを我慢してるっていうか。で、そういうのがずっとあったんじゃないですか。前も言ってましたよね。なんか、2週間前ぐらい救急車を呼ぶんじゃなくて、もう半年とか1年前ぐらいからなんか言ってましたもんね。なんか具合が悪いとか言って、救急車呼ぼうかなとか言って、なんかそう、半年ごとぐらいには言ってたんですよ。だからやっぱ自分の知り合いでもこの3年で、肝硬変から肝硬変が変わって、肝臓が、それでもお酒飲み続けちゃって、肝臓が破裂して亡くなっちゃって、この間、年末の12月の30日にも、先輩がな、あの、亡くなったんですよね。だから、その生活習慣ってなかなか変えられないですもんね。もうね、あれはやっぱりさ、中毒だよね。要はもうやめられなくなっちゃってるからね。そうですね、お酒はやっぱり一番怖いって言いますね。薬物より、ダルクとか、自立支援組合とかでも、アルコール中毒が7割って言いますもんね。7、8割を占めるって言いますもんね。
だからコンビニですぐ買えるしみたいな、お酒屋とか、はい、それこそね、俺なんかよく言うんだけどさ、はい、ね、タイマーはさ依存性ねえのにさ、ね、はい、酒もタバコも依存性あってさ、日本は OK になってねさ、おかしいだろと思っていつも言うんだよな、はい、そうですね、まあ、イスラム諸国はお酒が非合法でね、もう重罪ですもんね、刑務所入りますからね、ああ、だからもう、ああ、今、いや、そう、俺いや、今スウェーデンとトルコ揉めてますけどね、トルコ今日地震になったじゃないですか、震度7、ね、マグニチュード 7.6、 震度 7.6 ですかね、マグニチュードだと思うんですけど、ああ、大崩壊してますもんね、ああ、来たんだ、あ、今日地震になってますね、トルコが。ああ、俺、昨日、ちょっと、ニュース見てねえんだよ。ああ、そうですか。ああ、トルコが来たの。トルコですね、トルコ。コーラも燃やしたっていうやつで、スウェーデンの。ああ、ああ、今すごいじゃないですか、世界的に。第三次世界大戦起きるかみたいな感じじゃないですか。うん、でトルコ地震になってたから。コーラ燃やしたって話なんだよね。そうですね、コーラ燃やしては別に、なんか、まあ、だけどその、明夫さんだったら知ってるからとかって、もともとスウェーデンのその大使、なんですか、政治家がコーラを燃やす理由があったと思うんですね。それがなんか出てこないみたいな、話されてないから、なんでかなと思ってたんですけど。あのね、スウェーデンって割とその、はい、イスラム教を嫌いな人が多いのよ。はいはい、カトリックですもんね。そう。はい、だからそれの関係だよね。はい、うん。うん、はい、で、あとは、その、EU に、EU とか NATO に加盟したくないっていうさ、はい、人たちもいるから。はい。だから、それがさ、要は、暴れてるというか、うん、はい、もちろん、もしかしたら、ね、ロシア側の、その、圧力っていうか、ロシア側が、はい、ね、っていう、その、まあ、工作員だよね。うん、はい。それもあるかもしれないけど、それはちょっと微妙ね。はい。うん。まあ、本当に。はい。いや、俺、そういえば、今日月曜じゃん。え？明日佐々木さんとのとこと、天海さんと行くよ。あ、そうなんですか。うん。天海さん誘われて、はい、うん、7日に行く。あ、そうなんですか。うん、まあ、2ヶ月ぶりくらいかな。はい。あ、違うな。最後に、東京、佐々木さんとこ行ったの、うん、9月ぐらいだったかな。9月か10月ぐらいに行ってるかな。ああ、そうなんですね。うん、はあ。あれ、今まだ新聞記者やってるんですよね。僕は今フリー。そうなんですか。やめてる。あ、そうなんですか。裁判関係と、ちょっといろいろ法的なことで。うん。はあ、うん。へぇ。で、今、大変なのは、真鶴の個人名簿を、ね、うん、写真で撮りまくって、うん、それを、まあ、小田原の先に海星町っていうのがあってね、うん、そこに名簿をどん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 送ってたやつがいてさ、うん、そいつが、真鶴の隣に湯河原、うんうん、一緒に飯食って、お茶したところ、うん、あそこのさ、町長選に出ることは今日、発表になってさ、はい、それをどうやって潰すかって話になってるの今。あ、そうなんですね。うんうん、はい、もしかしたら俺湯河原の町長選に出ることになるかもしれないけど。へえ。うん、はい、入れたんすか。いや、入れない。え、でも前のこの今 LINE のあのサムネ、うん、サムネあれじゃないですか、うん、プロフィール写真は歯入ってるんですか、綺麗に。ああ、そうね、うん、これ何なんですか。あ、事故ったからか、お客さんが。そう、事故ったから。ああ、うん、なるほど。ああ、車に突っ込まれたから、うん、はい、あ、ね、その前の写真なんですね、あれ、これね。そうだね、だ、顔が穏やかだから。うん、うん、あ、写真これ入れたのか、ね、あれでもなんかちょっと昔っぽいなと思って。ああ、でもまあ昔って言っても3、4年ぐらい前じゃない。あ、そうなんですね。うん、うん、うん、了解です。いやね、やっぱね、政治関係やるとさ、はい、
ね、田舎町だから特にいろんなことで責められたりするからさ、はい、結構頭が薄くなったもんね、うん、頭薄くなったっていうか、おでこがちょっと生え上がってきたなと思ってる、うん、歯ないから、うん、内臓に負担かかってんじゃないですか、うん、いや内臓に負担かかるような食べ物はしてないから大丈夫だ、ね、そうですか、はい、俺歯入れてもらいたいですけどね、うん、そうそうそう、だから全部それは変えてよっかなと思ってはいるけど、うん、まあうん了解です、うん、とりあえずで、うん、まあ王さんが行けたやつで、まあ3年間ぐらい、とりあえずしらばっくれていて、行きたいんですけど今日熱で出たから行けないんでとか、延期すればどうにかなんとか なるんじゃないかとか彼は言ってたけどね、だから差し戻しになるからっていうの、俺がね、うん、やんないって言ったんですよ、それは。だけど、うん、それも聞いて、はあ、話したんですけど、うん、はい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 、まあそんなことを一生懸命熱弁して、はあ、うん、でもちょっと松下幸之助の話はちょっとあれでしたね、うん、ありがたいですね、本当に、はい、素敵だよ、あれ1回目にのやつをこの間言ったの、どこですか、その裁判のやつは言ってないですよ、まだないですよ、3月8日が1回目ですよ、だけど書類が来ないみたいな、あ、なんか書類を送れみたいな感じです、後日送りますみたいな感じでしたけど、その書式を送付しますみたいな感じだったんですけど、届かないですまだね、うん、みたいな感じですけど、ああ、まあ休む理由としては体調ね、まあその日に行ってもいいし、はい、ね、延期してもいいし、延期するんだったら体調不良もあるし、うん、弁護士をちょっと雇おうと思って今探してるんですとか、なんか延期する理由はあるけどね、いやだけど、まあ、自分はそういうふうに思ってないから、反射だから、うんうん、はあ、ね、2回も配信してそこに行ってるわけじゃないですか、西山とか、ああ、はあ、ね、だってだって今までの人生でよっぽど喧嘩ぶん殴り合いとかしてきてますけど、そんなね、車が壊されたとかバイクが壊されたとかそういうの一回もないの でその落とし前つけるって言ってその3日後に壊されて、でその次の壊された次の日にね、その躍動会のその後輩の西山と大関慎吾が焼肉食べて、そこに工藤会が乗り込んできて、で途中で大関慎吾そのね、ライブ配信してたのにその配信が止まって、で削除してるんですよね、ああ、非公開から削除してるから、そんなことないじゃないですか、まあね、もうほぼほぼ断定できるじゃないですか、だってもう落とし前言われててね、その、はあ、ね、じゃないですか、まあね、はあ、そんなのない、ね、まあ、じゃあもし仮にそのヤクザ2つの組が出てきてますか、稲川会と工藤会、でその2組がやってないとしたとしてもヤクザと配信してただろうっていう感じじゃないですか、どうだ、それも間違いないじゃないですか、で自分の悪口を言ってたのも間違いないから、その場でその配信で、だから絶対自分が裁判で負けることはないんですよね、はい、でそれを誹謗中傷だって言ってもってことじゃないですか、それでも誹謗中傷になるっていう名誉毀損、誹謗中傷侮辱になるっていう特に名誉毀損の部分ではある解釈ではあるんですけど、うん、まずその大関慎吾はそのことを配信してその440万で訴訟を起こしてますけど、配信をしていけばもっと収益が上がる見込みがあるっていうふうに言ってるわけですよね。だから自分は裁判 YouTuber になるって言ってるわけじゃないですか。だから自分を盛り上げてあげてるね、一人なわけじゃないですか。相手側だとしても。だからその名誉毀損罪っていうのは適用するのは不可能なんですよね。はい、あ。そう、だからあいつのやってることはもうで、刑事裁判もするっていうふうに言ってて、でそれもできなかったわけじゃないですか。2回も行って、2回3回行って、で、あと新と陽一も行かせて、
で結局全員が刑事裁判にできなかったのを、そのことも配信してるし、でそういうのって、うん、刑事訴訟できないで民事訴訟に持ってくるのを、刑事が取り合って、ね、警察が取り合ってくれなかったものを民事に持ってくるのスラップ訴訟って言って、アメリカの半分以上の州が禁止してるわけじゃないですか。あ、でそれはもう完全にスラップ訴訟にも該当するし、その裁判を、ね、事故の利益のために警察、行政、司法も利用してるっていうのはもう明確、間違いないので、でもあ、裁判に負けるっていう要素がないんですよ。ああ、はい、だからそこで反訴 しようと思ってるんで、だから行かないとかは考えてないですね。あ、ただ波が良かったら行かないと思いますけどそれも明日波がいいみたいな、だから3日前ぐらいからしか分かんないから、あ、でも明日波がいいっていうんだったら行かないですけど、あ、サーフィン行っちゃうと思うので。でも3月じゃまだ台風が来ねえからね。そうそうそう、だけど爆弾低気圧来るじゃないですか。そうだね。そうそうそう、なんですよ。だからそういう時もう、海も、湘南でも、千葉の北方面とかでも、ちょっとね、汚れたグレーの波が、海も澄んでるみたいなの結構あるじゃないですか。あ、今日こっちでも海綺麗だな、みたいな。で、大きい波でサーフィンしたいっていう。そうだね。そうそう、2メートル超えてくるぐらい、2メートル前後だったら行こうかなと思ってるんで。うん、まあ、そこは自分のわがままでいいと思うんですよね。うん、そこがわがままっていうのはすげえな。ああ、でも付き合う必要がないじゃないですか、別に。そうだね。そうですよ、はい、あ。うん。はい、あ。なんか。いやー、波は大切やね。そうそうそう、もう、はい、あ。いい波に乗っていきたいんで。うん、はい、あ。そんな寿命もそんな長くないし。で、あと、はい、あ。あと50年とか生きられるかもわかんないじゃないですか。もう今年4年。あ、50年生きたいかどうかもあるからな。そうですね、そうです。まあまあまあ、一応、まあ、99か98ぐらいまで行きたいなと思ってますけど。ああ、はい、なるほどね。はい、いや、そこまで行くんだったら3桁いけと思うんだけどね。まあ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 、その辺は。98っていう半端な数字は。はい、でも80歳で筋トレばあちゃんとか YouTube やってるじゃないですか。そうです。だからなんか、ああ、いけるかなとか、80歳からスケートボードの木下さんとか、うん、あ、そういうね、方がやっぱ、いるから、なんか心強いっていうか。フリースタイルの角海さんもそうだね。あ、そうなんですね。角海さん、いくつかな、今。70ぐらいだったな。70こっちか、うん。70ちょっとだったかもしれないけどさ、うん、もう、全日本の第1回から第10回、まあね、日本で一番全日本チャンピオンになってる男だから。はあ、はあ、あとエベレスト登頂、80歳でエベレスト登頂3回目の、何さんでしたっけ、ね、はあ、ちょっと、あ、やべ。有名ある。三浦さん、三浦さん。うん、あ、三浦さんですね、三浦さん。三浦さん、はあ、有名ね。ゆういちろさん。はあ、有名アルペニスト。ゆういちろさんの息子とはよく僕、モーグルやってたから。ああ、そうなんですか。うん、僕、モーグルやってたからさ、スキーのね。はい、はい。だからね、佐藤大也とか長野オリンピックで金メダル取った、はあ、登ってきてくださいよ、お客さん、エベレスト。え？エベレスト。山登り興味ないし。いやだけど偉大、釣りやったら絶対浮かれますよ、マナズ市長選。え？三浦さんの息子さんとちょっと登ってきてください、エベレスト登るのいくらすると思ってんの？結構あれ1000万単位かかるんですよね。いや、5000ぐらいかかるらしいよ。あ、5000万もかかるんですか、あれ。俺は3000万ぐらい。3000から5000だな、あれ。はあ、3000万ぐらいって聞きましたけど、俺は。ああ、だからお金払うけど。あと南極と北極っすよね。南極時点と北極時点も3000万ぐらいかかるって言ってましたね。うんうん、お金払うだけじゃなくて、やっぱね、お金って言ったって、その入山料、まず金がすげえかかるし。あとトレーニングとか、そういうなんか、その、うん、あれですよね。装備品もお金かかるって言ってたから、うん、あと運び屋さんたちもみんな呼ばなきゃいけないから、はいはいはい、なんだかんだ言って2人登るのに15人ぐらいは最低必要なんじゃない、うん、ああそうなんですね、うん、だからトータル的にするとなんだかんだ言って30人近くになっちゃうじゃない、はいはいはい、下からスタートで運んでいく人たちもあるしさ、はい、
行ってもらいたいの。すげえお金山かかる。俺はちょっと行けないけど、ね、今でも聞こえてなんか小山くんだったらみたいな、なんかちょっと自分今断ってきましたけど、テレパシーで。だから自分だけは鍛えてるだけじゃダメなんだよね。ま、周りのやっぱりグループである程度行かなくちゃいけないからね。はい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 。いやでも行ってもらいたいな、今日さ。それ行ったらもう。はい、絶対。ああ、真鶴で天下取れますよ。富士山にも登りたらいいと思わねえもんな、俺。ああ、確かに俺も思わないですよ。車で行けるんだったらいいですけどね。車で行けるようにしてくれって感じですけどね。はい、ぜひとも。車でね、うん、一番上まで行ってほしいよね、うん、そうですね、富士山ね、うん、ああもっとだって5合目で終わりだからね、はいはいはい、そうですね、うん、ここ行くしかねえから、うん、俺でも、うん、で、秋葉さん、うん、あの、はあ、ちょっと期待しないで待ってますよ、うん、まあ、天海さんと言ってくださいよ、じゃあ、そうね、だからあの、はい、あれ、天国が明日は空いてんの？明日、うん、別に、なんですか？いや、寄れたら寄るとかさ、なんかさ、あのできたらいいなと思ったのよ。あ、全然大丈夫ですよ。ああ、よかったよかった。じゃあそれ天海さんの話していく。うん。俺了解する。寄れるんだったら寄るね。了解です。うん。はい。わかりました。すいません、ありがとうございます。はい。はい、お疲れ様です。はい、うん、ちょっと、はい、これ取っといたんで、ちょっとあげますね。はーい、失礼します。お疲れ様でーす。はい。よーす。はい、失礼します。渋谷のチームウォーリアーズの秋尾さんでした。はい。秋尾さん、あれだっけ？なんだっけ？フリーメイソンだっけ？フリーメイソンの会？ヘルズエンジェルス？アメリカの、ハーレーのチーム？ヘルズエンジェルスだっけ？フリーメイソンだっけ？なんか、あれですよね、なんかチームに入ってるみたいな、だったと思うんですけど。秋尾さんがね、さっき、まあ、話の中であったんですけど、ナショナルパナソニックのね、松下電器、ナショナルパナソニックね、これは松下電器から始まったわけじゃないですか。その松下幸之助さんが、その創始者ね、創設者の松下幸之助さんは小学校を卒業したっていう、小学校しか卒業してないんですよ。で、すごくね、ケオ君は松下幸之助と同じように、すごく勉強してるから、なんか YouTube 聞いてて面白いって言ってくれたんですよね。ちょっと今撮れなかったんですけど、だけど、で、秋尾さんがこれ撮ってもらいたいみたいな気配、テレパシーが聞こえてきたから途中から撮ったんですよ。で、松下幸之助さんはこの小学校卒業後すごく勉強して、まあ、電気屋を立ち上げて、ね、ナショナルパナソニックなんかすごく有名じゃないですか、ね、もう一部上場企業ね、トップ企業じゃないですか、電気屋さんで。で、松下政経塾っていう、まあ、その政治のね、政治家を目指すための大人の、ね、塾を作っ、ね、作ったっていうね、ことを秋葉さんが先ほど言ってくれて、自分に、ああそうだなと思って、そうだ、松下幸之助小学生って、あ、小学校しか卒業してないって、本で読んだことあるなと思いながら。で、これ松下幸之助さんのすごいね、一番いい格言、ことわざで、風の音を聞いて悟る者がおるよのってね、いる、風の音だけを聞いて物事をね、悟るってね、物事が全て分かってしまう人間がいるだろうっていうふうに言ったんですね。風の音を聞いて悟る者がおるよのってね、そのね、格言がすごく大好きなんですよ、自分ね。ということで、風の音を聞いて悟ってください。それでは皆さん、ありがとうございました。失礼します。秋尾さんでした。